図形を作成するときのポイントをご紹介しています今回は4回目として図形の塗りつぶしについてお伝えします次回は図形の枠線についてご紹介する予定ですのでよろしかったらそちらもご覧くださいではホームタブを選択して楕円をクリックしましょうマウスポインターが十字の形になります シフトキーを押しながら右下にドラッグしましょうそうしますと縦横比1対1の図形を描くことができます図形を右クリックしましょう図形の書式設定をクリックしましょう塗りつぶしを展開しましょう塗りつぶし単色塗りつぶしグラデーション塗りつぶし図またはテクスチャー 塗りつぶしパターンこれらが選択できます単色を見てみましょう色を展開しますテーマの色と標準の色から選択できますその他の色をクリックしましょう標準タブとユーザー設定に切り替わりますユーザー設定ではカラーコードを入力する欄があります使い方としましては 直接こちらにカラーコードを入力することもできます今回はコピーしますのでこちらをキャンセルしておきますまずカラーコードをコピーします図形をクリックしましょう塗りつぶしを展開してその他の色こちらのボックスに貼り付けましょう オッケーをクリックしましょうスポイトもありますので色の吸い取りができます図形を選択した状態で色を展開しましょう一番下にスポイトがありますクリックしましょう取得したい色をクリックしましょう透明度の設定もできます背景に何か入れておきます 図形をクリックしましょう。こちらに透明度がありますので、つまみをドラッグしましょう。直接数値を入力することもできます。上ボタン、下ボタンで入力することもできます。次に、塗りつぶしグラデーションの設定です。図形をクリックしましょう。塗りつぶしグラデーションをクリックしましょう。 こちらの規定のグラデーションから選択することもできます今回は2色でグラデーションを作ってみます余分なグラデーションの分岐点を削除しましょうクリックして削除です左の分岐点の色を設定します色を展開しましょう一番左を使ってみます 右の分岐点ですこちらの色は一番右の色を使ってみます紫です種類を選択しましょう今回は線形にしてみます方向は斜め方向左上から右下こちらにしてみます角度も自由に変えることができます今回このままにしますあとはリアルプレビューを見ながら分岐点のつまみをドラッグしましょう 透明度の設定もできます。明るさの設定もできます。次は図またはテクスチャの設定です。使用するイラストはあらかじめピクチャに保存しておきましょう。図形を選択しましょう。塗りつぶし図またはテクスチャ、こちらをクリックしましょう。挿入するファイルから、 で目的の素材をクリックして挿入しましょう。で図をテクスチャとして並べるこちらにチェックを入れましょう。幅の調整と高さの調整をしましょう。今回はどちらも五十パーセントにしてみます。透明度を設定することもできます。透明度のつまみをドラッグしてみましょう。 薄くなっていくのがわかります次にパターンです図形をクリックしましょう塗りつぶしパターンをクリックしましょう右下のひし形強調グリッドこちらを選択してみます前景色濃い赤にします背景は白のままでパターンはこの中から選択できます 今回は図形を作成する時のポイント4回目として、図形の塗りつぶしについてご紹介しました。次回は図形の枠線のポイントをご紹介する予定です。よろしかったらご覧ください。